鼻が詰まった。お化け屋敷に放り込まれたみたいな気持ちだ。ご飯待ってもらってもいいですか。つまり八重島さんに不審な行動が見られると。バレちゃいましたか。捨てちゃえばいいだろ。俺は朝子さんのことが。それでは始めさせていただきます。